日本郵政公社は2003年4月1日から2007年9月30日までの4年半にわたり日本で郵政3事業を行っていた国営の特殊法人である。コーポレートスローガンはマッコーサービス。2007年10月1日郵政ミニエ化に伴い日本郵政グループとして日本郵政株式会社郵便事業株式会社 郵便局株式会社、株式会社有致銀行、株式会社かんぽ生命保険へ分割され、日本郵政公社は解散された。これにより、内務省、定心省以来130年以上にわたり、国営によって行われてきた時代の郵政事業は、幕を閉じた。日本郵政公社本社や日本郵政公社本社、入り口2003年4月1日に、 日本郵政公社法に基づき、政府の全額出資により発足された。同時に、同志校法の規定に従い、それまで郵政省の郵政関連部門の後継である、郵政事業庁が行っていた各郵政事業の事務に、監視国が有する権利及び義務、並びに簡易保険福祉事業団の資産及び債務を、承継した。監督する、総務省郵政企画管理局は、 同郵政行政局となった。同時に、郵便貯金、簡易生命保険業務に関する検査の一部を、日本郵政公社法により金融庁に委任することになった。投稿者の役職員は、法律で国家公務員の身分が与えられ、役員は特別職、職員は一般職とされた。廃止された2007年9月時点において、世界最大の金融機関であった。 資産運用もグローバルだった。なお、日本郵政公社が廃止される事件で保有していた郵便貯金契約及び簡易生命保険契約については、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理郵便局ネットワーク支援機構が検証し、契約が終了するまで政府保障が残る。都道府県は、死者が所在していた都道府県である。 郵政三事業は明治時代から国営で行われてきたこともあり、死者の配置は必ずしも現在の地域情勢を反映したものではなかった。投稿者発足以前より各種業務受託を行う実質的な関連企業群が存在していたが、出資制限のためいずれも投稿者との直接の資本関係はなかった。民営化後は、 中核的な企業14社が合併し、日本郵便株式会社の完全子会社である、日本郵便輸送となった。ありがとうございます。